アルドゲート駅、または、オルドゲート駅は、ロンドン、シティオブロンドン、アルドゲートにある、ロンドン地下鉄の駅である。この駅は、サークル線の列車とメトロポリタン線の列車が発着し、校舎については、東側の終着駅でもある。運賃区分は、トラベルカードゾーン1に含まれる。なお、近くに、ディストリクト線、ハマースミスシティ線のアルドゲートイースト駅がある。 この駅はメトロポリタン鉄道の延伸に伴い1876年11月18日に開業した。その後1882年9月25日にはこの駅から南側のタワーヒル駅までの延伸が完成し内環状線が完成、その一部となる。アルドゲートからの列車はもともとはリッチモンド駅と同じくらい遠くまで運行されたり、 ハマースミス駅まで運行されるなど、現在よりも遠くまで運行されていた。1941年にメトロポリタン線の終着駅となるが、それ以前はメトロポリタン線の列車はイーストロンドン線に直通していた。また、第二次世界大戦時にはドイツ空軍の爆撃で多大なる被害を受けた。2005年のロンドン同時爆破事件の際には、 リバプールストリートから当駅に向かうサークル線の列車内で最初の爆発が起きている。アルドゲート駅はシャーロック・ホームズのブルース・パーティントン設計所に登場する。オフピーク時の典型的な運行情報を以下に示す。オフピーク時の典型的な運行情報を以下に示す。ロンドンバスの25、40、42、67、78、100、115、 135,205,254系統と深夜バスの N205,N253,N550、N551 が当駅を経由する。また、25系統は24時間運行している。アウトオブステーションインターチェンジェス。ロンドン交通局。2012年3月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年3月12日閲覧。 マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャー,ユーセージ、データ、ロンドン交通局。2015年3月31日閲覧。A.B. クライブ、S. アンダーグラウンドラインガイズ、サークルラインハット、サークルラインタイムテーブル、フロムアルドゲートアンダーグラウンドステーションツータワー、ヒルアンダーグラウンドステーション。ロンドン交通局。 2015年3月28日閲覧。サークルラインタイムテーブル。フロムアルドゲイトアンダーグラウンドステーション2。リバプールストリートアンダーグラウンドステーション。ロンドン交通局。2015年3月28日閲覧。AABC クライブ。S アンダーグラウンドラインガイズ。メトロポリタンラインハット ABC。メトロポリタンラインタイムテーブル。 フロムアルドゲイトアンダーグラウンドステーション2リバプールストリートアンダーグラウンドステーションロンドン交通局2015年3月28日閲覧 AB バスフロムアルドゲイトフェンチャーチストリートロンドン交通局2015年3月28日閲覧ありがとうございます